願いします。19日放送の走れふるさと婚活列車、その見どころをフットボールアワーの後藤さんと岩尾さんに聞きました。まあ、普通に婚活パーティーはよく聞きますけど、やっぱり列車みたいな、ものをねこう使うことによってこうなんか、距離が近いような、はい、だってこう普通にパーティーやったらあんまり近づくでこう座ることもないじゃないですか、うん、でもこう電車に乗ると、こう近いところで2人が肩を合わせて喋るみたいな、あれ独特でしょうね。ずっと同じパーティー会場にいたら僕みたいなタイプはあんま喋れないので、うん、何かしら動いてるとかあった方が、うん、なんか会話は持ちそうな気がしていいと思います。我が町にお嫁さんを運んでこよう。地元への熱い思いが婚活列車を走らせる。芸人キューピッドが応援します。走れふるさと婚活列車、19日午後3時半。